無理だ。なんかそういうのだったら、そういう風にこのまま手術ちゃんとできない、やっていくね。今日はどこ入るか。顔ライター映えますね。ああいう場あれか、両足じゃないんだ。見ながら行ってる。でも俺と原水さんどっちも、うん、もうちょっとなんだろう、ここで押した方がいい。あ今はなんか前で極端に言うと 前この動きでディグしてる、うん、だからもうちょっとここのなんだろう、押せてない、ここで地面を押せてない。あ今あそこでやってるみたいなあれをやるわけじゃないんですけど、うん、感覚としては多分こんな感じ。ケツ使ってね、はい、うん、感覚はこうです、うん、あの実際の動きは多分こうじゃないんです、うん、でもここら辺の感覚としてはこう、うん、だから難しいとね、説明するの、うん、だってもも上げもあの形で走るわけじゃないし、うん、いや面白いかもしれんこれ。面白い、うん、俺と原水さん同じっすね。あの前の意識強いっすね。前さばきのなんか、うん、ここ出したくないですか。ここ出したい。あいいっすよね。めっちゃ走りに出るっすね。走りに出ますね。かなり浮いちゃってんな。なんか浮くっていうよりやっぱここじゃないですか。この足で取りに行くのが若干出てますよ、ね、うん、しかも左右で結構違うね。そうなんですよ、うん、ここがもうちょっと待ってればいい。そう待てない足でどうしたら待てんだろう。ちょっと俺もやっていいですか。このの力で持ってってる感がある脳筋。いやでも確かに形としてはいいんじゃない。あなんか成長してるからいいや。成長してんだ。腕の力でここまで持ってけねえんだもん。あれやっぱ立ち声よりは向いてる気がなんか可愛くないですか。可愛らしい。頑張ってる。可愛さ求めてる。頑張ってる。俺やっぱ可愛いのを目指してるんで。そうなんだ。やっぱ可愛いのが正義だよね。やっぱりアイドル可愛くないですかこれ。確かになんか可愛いな。勝ちだわ。やった、うん、もう一本いく。もう一本いきますよもちろん。てか僕やらしよ確かスピードバウンディング初挑戦。何そんな可愛いですか。だって可愛くてやるんですよこの人あれらしいっす。さっきなんか女の子見て応援したくなるよねって言ってしかもシューやばホイッポージ行けホイッポージ。走ってる走ってる。かわいかった。かわいいし、うん、エッチでした。一番勝ちだ。はい、エロかったっす。ソップ王子でした。ホイップついてました。ホイップついてました。ホイップついてました。パンティー持ち帰りもついてました、うん、撮ってる、うん、なんで北さん、ブルックスの…おー、いい感じだなんか。どうすかブルックス。ブルックスのめっちゃ軽い。軽いっすよね軽すぎて困った、足ごめん、ちょっと履いてみたいな。確かにいいよ、履いて。いいっすか。うん、ずらそうな。無言の靴借りようかな。臭そうだな。砂入ってるもん、なんか。これ結構でもソールが厚いんだよね。ですね。クッション性が結構。でもね、ここが結構裏が結構スラッとなんで、こっちに軍配が上がりそう。アディ。一足持っててもいいと思う。面白い。なんかアディダスより俺好きかもしれないです。こっちの方が。本当。ただなんかこれ破れるんじゃないかっていう。これ破れません。信じよう。いや破れそう。
これ破れなかったらマジいいです。布施スピードも割と出せますね、思ったよりの靴なんですけど、勝手に履いてました。臭そうっつってたよおいソープより清潔やろな。走りやすそう。北さんはなんかこっちの方が。でも、はい、和尾は和製和尾は最近あれなんですよ、大腿骨あるじゃないですか、はい、ここの意識だけしてます。ここだけなんか固定するみたいな、でもどっちかというとこのなんかもっと上の方じゃなくて大天使っていうかさ、なんかでもこっちじゃない、走りでここら辺ここばっかり意識したらなんか難しくないですか。なんかここででもここを意識すると挟み込むのが分かるんで、あなるほど、ここばっかり意識したらなんか確かに確かに、でもなんか一流は多分ここで挟み込む意識あるんですか、うん、でなんかそこまで難しいからなんかここで引き上げる、分かんない、もうまあそれ感覚それぞれの、ね、感覚だから、なんかもうあくまで言葉にしたらそう。で僕はもっと膝下が意識多かった、ちょっと強そうな、ああもうでもまさに走りに出てる、そうっすね、うん、原水さんもあのここ出ますし、うん、俺もなんか変な癖出ますし、でもこれおもろいやん、あとは マットのソープのマットの癖も出てます。まあまあそれは出ちゃう、どうしよう、締めにならん